はい。親ガチャについてね、ちょっと聞きたいっていう話があったんで、考えてみようかなと。えっと、親ガチャっていう言葉は、パッと調べたら、親は選べないよっていう話なんですね。生まれてくる時点では、まあ選択する意思はないし、ただからまあ選べないっていうより、選ぶっていう雇用してないっていうことかなと。で、まあ今はその、そういう事実っていうよりも、まあ親に対する不満を表すことして使われてるっぽいと。 親がちゃんが外れたとね。まあ、このね、言葉についてはね、遊びのね、若者用語としては全然いいと思うんだけども、言われてるって知ったら傷つく親はね、いると思うんで、まあそこの想像力はちょっと持ってほしいかなと思いますと。まあ、言葉自体がね、誰かを傷つける言葉なんだったら、近似的には好きじゃないかなっていう気がしますと。で、本題ね、まあ議論されてる点は、キーワードはね、格差だな。はい。 経済面と環境と。と、はい、問題として格差があって、まあそれを表現する言葉として親ガチャっていう言葉が生まれたと思うんですけど、あっりと外れで分けられる時点で、まあ、格差を助長しちゃうんじゃないかっていうこの矛盾がね、なんと日本的というかね。 まあこの言葉は便利だと思うんですけど、まあそれを使うことによる思考停止感がすごいんで、親ガチャ外れましたっていうところで、まあ終わっちゃうよねこれっていうね。まあしかも当たりっていうのは知っての対象になっちゃうし、当たった人は別に多分なんか共感されないんで、まあこの親ガチャの次に来る言葉っていうのは、え外れっていうね、ことですよねと。まあまあ基本的に外れの人が表明すると。まあそれはね、実はね、あんまかっこよくないと思うんだな。 格差を表現する言葉として、まあ親ガチャが生まれましたと。で、親ガチャの外れっていうのは、事実の確認でしかないんだよね。そうか、私は外れたかっていう。で、まあこの次にしなきゃいけないっていことは、悲観じゃなくてアクションじゃないですか。外れだったか。 でも、終わりじゃないから、人生終わりじゃないし。なんで、格差っていうものは、ある時点での相対的な関係だとすると、親ガチャが表現しているのは、まあ、正確には格差ではなくて、ハンディキャップなんだなと思います。まあ、全然結果ではなくて、まあ、自分の行動を決める際の事実の一つでしかない。大げさに言うと、私は人生を生きるのに、こんだけ判断があるのか、ってことを知るっていうことだけ。はい。まあ、で、どうするかっていうことですね。なんで、まあ、親ガチャを、まあ、子供が言うと親が気づいてるって話をしたんで、親側から、 妻、お前は親ガチャに外れた。自分で頑張ってくれ。っていうくらいがいいんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに近畿の親ガチャはね、判断がすごい難しい感じがします。決してね、当たりではないと思う。あのまあ近畿が人生楽しんでるんで、外れでもないと思います。当たりにしてあげたいね。以上。今日は親ガチャについてでした。